ここまでが岩野氏からのご説明となります。ここからはご質問の時間とさせていただきます。それでは質問のある方お願いいたします。はい、我々の調査によりますと、子育て世代 E プロジェクト、こちらには岩沼市に移住した方が多数登場されているようですが、こちらの事実関係確認させてください。どうなんですか。はい、岩沼市内の小中学校は自校給食率が 100% って聞いたんですが、本当ですか。はい、その子育て世代 E プロジェクトでは充実した子育て教育内容や子育て施設がたくさん紹介されているのでしょうか。岩沼市の羊村では餌やり体験や野菜の収穫体験、羊毛を使った体験ができるらしいですけど、本当ですか。そうなんですか。移住された方のインタビューや動画も見られるって聞きましたが、本当か。Thank you.